和の音をお聞きくださりありがとうございます。佐野信明です。私は中原忠也さんのふくるよる宇住誠一郎にと与佐野明子さんの冬の黄昏と北王子路,路三人さんの美善焼と宮沢賢治さんの川端と北原白秋さんの見果てぬ夢と石川啄木さんの 古びたるカバンを開けてて読ませていたただきました、えー、古典っていうんですか、ねうん、いや今でこそ情報社会でいろんな言葉がすぐポーっていけるんですけれどこの時代の方々やっぱりそういった情報をかき集めるのを多分ご自身の目とか耳とかご自身で感じられたものを、えー、そのままこういう表現につなげてると思うんです。 今の情報社会にない、えー、ものをこんだけまあストレートにといいですかねそういったあのー、純文学をに触れさせていただいて、えー、この機会を与えていただき誠にありがとうございます、えー、今後とも何卒よろしくお願いいたしますはい最後にワノートではこれからも様々な文学作品をアップしていく予定ですのでぜひいろいろ聞いてみてください佐野信明でした